今回はエビと豆腐の旨味の作り方を紹介します。エビと豆腐の旨味がバランスよく生かされた一品料理としても、またご飯のおかずとしても向いています。良質なタンパク質と野菜の組み合わせで高タンパクで比較的低カロリーになっています。それでは作っていきましょう。まずは豆腐をカットしていきます。横から3等分に切れ目を入れます。縦から1センチ幅に切り込みを入れます。それを斜め1センチ幅に包丁を入れ、ひし形に切り分けます。この形にすることで口当たりも良く優しい味わいに仕上がります。このようにカットしておきます。材料は絹ごし豆腐1丁 300g、 むきエビ 12mm、 たけのこ5切れ、干ししいたけスライス5枚、1センチ幅にカットしたオクラ3本、生姜角切りスライス5枚、隠し味にパクチーを少量と桜エビ 3g です。パクチーは細かく刻んでおきます。なければ入れなくても OK です。シソやイタリアンパセリなどで代用してもいいでしょう。エビに下味をつけます。塩、胡椒、酒を少量入れよく揉み込みます。片栗粉を大さじ1くらい入れ、まぶしておきます。沸騰したお湯にエビを入れ、ボイルします。エビを入れたらすぐに火を止め、ゆっくりと火を通していきます。そのまま1分ぐらいお湯の中に入れて火を通していきます。エビがボイルできたら取り出しておきます。また鍋にお湯を沸かし、今度は豆腐を下茹でしていきます。豆腐を入れたら火は弱めて、コトコトと煮込むようにして豆腐の芯まで熱を通します。こうすることで豆腐が煮崩れしにくくなり、豆腐から出る水分も抑えることができ、味が薄くなったり水っぽくなることを防ぐことができます。だいたい 2、3 分くらい温めておきます。豆腐の芯まで熱が通ったら煮切りします。鍋を温め、油を小さじ1くらい入れます。しっかりとなじませたら生姜を入れ炒めます。生姜のいい香りがしてきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。鍋を加熱しながら回し入れ、アルコールを飛ばしながら香りを引き出します。アクアナータ鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 350cc くらいと豆腐を入れます。豆腐を入れたら火をやや弱めにしてコトコトと煮込むようにしていきます。タケノコ、椎茸、オクラを入れて煮ていきます。桜エビも入れ、パクチーは残しておきます。
塩を小さじ1と味の素を少量入れます。味を確認して足りないようでしたら塩を足します。胡椒を振りかけます。ボイルしたエビを入れます。水溶き片栗粉大さじ2を2回に分けて入れます。鍋を揺すりながら上から細く流し込みます。豆腐が崩れないようにお玉で押し出してかき混ぜます。同じようにして混ぜた水溶き片栗粉を入れます。パクチーを入れます。仕上げに鶏油を回し入れます。なければごま油などの香味油を入れるといいです。最後にしっかりと加熱すれば完成です。皿に盛り付けます。豆腐を崩さないようにお玉に一度流し込んでから優しくお皿に入れます。これでエビと豆腐の旨煮の出来上がりです。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。